必ずやろう日本最高の坂井鷹ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします、えー、土曜日日曜日、えー、と2日にわたってですね、えー、動画を休みましたまあ、実家から戻ってきてですねまあ,あの自分であんまりね意識してなかったんですがだいぶ緊張感があったんでしょうね えー、ちょっとその辺溶、えー、けた段階でですね、えー、疲れがどっと出たような形でまあ、2日間、えー、結構休ませていただきました、えー、今日から、えー、復帰ということになりますよろしくお願いいたします、えー、10月2日のデイリーニュースをお伝えいたしますロイターが 嵐にに見舞われる欧州洋上風力発電脱炭素目標にキー信号との、えー、記事を掲載しましまたこの記事の冒頭には洋上風力発電業界はサプライチェーン供給網の混乱、えー、風力発電装置の設計上の問題コストの上昇などが重なり嵐のような逆風にさらされているこのため数十件の開発プロジェクトに支障が生じており各国の気候変動目標の達成にも影響が及ぶ恐れがある。 なんててね、えー、書かれております非常に大きなあこの危機意識というものが生じているということが分かりますよね。ところでこの報道を聞いて「あれ?」と言ってですねちょっとこの意外な印象を受けた人も、えー、ひょっとしたらいるんじゃないかなというふうに、えー、私は思っているわけですね。というのは日本風力開発から 秋元正俊衆議院議員に対して行われたこの揚力風力発電汚職事件みたいなのがありましたよね。であの事件では この日本風力開発と競合した三菱商事グループからですねかなり割安な風力発電コストというものが示されていたことがですねこの記憶にある方もいるかもしれないというふうに私は思ったからなんです。で詳しいことがわからない人のために、えー、その点について語っておきますと三菱商事グループはですね、えー、秋田県の由利本荘での供給価格は1 k w 時あたり11.99円。 同じく秋田県の能代でのこの供給価格は13.26円千葉県の銚子での供給価格は16.49円で入札をするということをやっていたんですね。まあ、ちょっとね、えー、あの事件について強引な説明にはなるんですけれどもこの圧倒的な低価格をもとにですね こう三菱商事グループがこう出てきたことで日本風力開発はもうコスト的には全く立ち打ちができずこの政治力を使ってですねこの状況をひっくり返そうとしたというのがまあ今回の事件の顛末であるというふうに一応簡単にまとめることもできないわけではないかなと思います。さて資源エネルギー庁が2021年に用意したこちらのグラフをご覧ください。 こちらは、一キロワット時あたりの発電コストの,この比較の図ということになります。こちらから判断すると、発電コストはまあ高くても、一キロワット時あたり十五円以下に抑えたいというのが、これが実勢ということになりますよね。そして、三菱商事グループのこの百合本場での供給価格は、十一点九九円。ですから、この基準を完全に満たしている、ということになります。しかも、洋上風力に関わるコストとして考えた場合にですね。 これはもはや価格破壊に近い金額になっているということがわかります。こうした圧倒的な低価格が実現できるようになったのは風力発電の大型化によるものなんですね。えー、三菱商事グループが採用する予定の風力発電の高さは約260メ、えートル、回転するブレードの直径は、えー、約220メートルです。東京タワーの8割程度の高さの。 風力発電がですねこのバンバン並ぶようなまあ、そんな感じのことをイメージしてくださいまあとにかく超大型ってことになるわけなんですで、こうした超大型化によってですねこの従来とはこの桁違いに安価なこの電力を生み出せるんだという話になっていたのがこの風力発電の話なんですねであるならばどうしてロイターはこの洋上風力発電が嵐のような逆風にさらされているなんて書いたんでしょうか でキヤノングローバル戦略研究所の杉山大使さんが、えー、国際環境経済研究所に寄稿したこちらの記事をちょっと見てほしいわけなんですね、えー、これ表題に風力発電のコストは上昇している英国からの報告と書いてありますよねあれさっきまでの話と全然違うじゃん、えー、ということになりませんかね でこちらのグラフはこのイギリスにおいて運転開始後に故障が発生した風力発電の割合を示している、えー、そういうグラフになります運転開始から20ヶ月後ぐらいまではですね故障はほぼゼロという状態で来るわけですがその後に故障が起こっていくということになりますで陸上風力においては緑色の線で示された小型の発電の故障率が まだ割と少ない状態で、まあ、だんだん上がっていくというこういう傾向にあるのに対してオレンジ色の中型のもの青色の線のこの大型のものになるにつれてどんどんと故障率が上がっていくっていうのがこれがわかるんじゃないかと思います。 運転開始後180か月ぐらいのところを見ると小型の陸上風力で45%程度中型の陸上風力で60%程度大型の風力発電で75%程度が故障を起こしているということがわかります。 で茶色で示された洋上風力の場合にはですねすでにこの運転開始から70ヶ月も経たないぐらいの段階で8割近い発電施設が故障を起こすようになっているということがこれが分かりますで。もちろんですねこの故障を起こした発電施設というのはその後に故障の修理を行うのでまあ一旦故障したらその後全然使えなくなるという話ではないってことにはなります。それでも 大型化した場合にですねこの故障した場合の修理コストがとてつもないものになるというのは容易に想像できるんじゃないかと思うんですね直径約220メートルのブレードの重さこれがとてつもないものになるのはまあ容易に想像ができますよねそれをですよえこの地盤がない この洋上で作業して修理しなければならないということが現実に発生した場合にですねこれ本当にできんのかというぐらいの非常ににに困難ななな作業るるとといいいうのはこれままた容易に想像ができるんじゃないかと思いますで順調に運転し続ければですねこの11.99円で販売してもまあ利益は出せるということにこれはまあもちろん間違いはないんでしょうけれども。 しかしながらこれ30年から40年にわたって安定した電力供給をし続けられるというのはですね現実的になかなか考えにくいんではないかなんて私は思ったりするわけなんですよね。で日経新聞6月24日の記事というのをちょっとご覧ください。ドイツ株23日5日続落落シーーメンスエナジーが暴落というタイトルになっていますよね。子会社のの風力ターービンン部門のシーメメスガサで 品質問題が生じたのをきっかけに、えー、シーメンスエナジーの株価がですね前日比37%安とまあ一気に大暴落したということを伝えているわけなんです陸上風力タービン2基の品質問題への対処で、まあ、16億ユーロ、えー、日本円でざっと2500億円の費用が発生すると、まあ、伝えられたことがこれが原因なんですねこの2期にしかですね、えー、この品質問題が発生しないのであれば まあおそらくここまで株価が下がることもなかったんじゃないかとは思うんですが今後も類似の問題が相次いで起こるのではないかという評価がまあおそらく投資家の中にあってはああこう広く共有されたことでここまでの急落が生じたんではないかというふうにえ私は見ています。ロイターははですねえ洋上風力発電市場への参入は 保険会社だけでなくメーカーディベロッパーサプライヤー企業にとってもリスキーなビジネスになっており存続の危機に直面している企業もあるなんてね書いてあります。長期間の使用に耐えられる高品質でありながら低価格で提供できるこういう部品これを、えー、供給できるサプライヤーでなければですねこれまずいってことになるわけですが。 あそんなサプライヤーが本当にいるのかというとこれがなかなか厳しいということになってくるわけですでメーカーにしてもですねまあサプライヤーがちゃんといたとしてもですがそのサプライヤーが提供する部品をサプライヤーが求める基準でしっかりと組み立てをしなければいけないわけですよねちょっとしたズレがあるとかまあそういうようなことがあってもいけないということになってくるわけなんです でそうしたこのメーカーの製品をまあ洋上でですね、まあ、最後かっちりこう築いていくこのディベロッパーにもですねこれ最新の注意というものが必要になります。で保険会社はそれぞれがですねもう完全な仕事をやり続けているということを前提にした上で保険を引き受けるなんてこともできないわけですから。 あ自己発生率のこの高さから考えてみてもですねこんなリスキーな部門に保険の提供なんてなかなかできないですよねでこうしてみた場合にですね風力発電がどんどんこう大型化することでどんどんコスト削減が可能なんだというこの話が単なる神話だったっていうことが、まあ、だんだん明らかに、ねえー、なってくることになりますよねでイギリスは2030年までに揚力風力発電の容量を まあ現在の3倍の50ギガワットに増やすということをこれ目標にしているわけなんですでこの路線に沿って9月8日にこの洋上風力発電の入札というものを行ったわけなんですがイギリス政府が考えている発電倍介ではとてもではないけども採算が合わないんだということでもってですね、えー、これ応札する企業が出てこなかったわけなんですね。 で洋上風力はですねこのどんどんエネルギーコストがこう下がっていってもう現実的な電力源になるんだと、ね、原子力なんかよりも石炭火力なんかよりもずっと安んかなこの電力源になるんだみたいなそういう話がですねうわーっとこう出ていたりしたわけなんですけれどももはやこういう見通しがあまりにも楽観的であまりにも無責任なんだってことがですね えー、これ明らかになってきたっていうことが言えるんじゃないかね、現実は全くそうなっていないということご存知ない方も多かったかもしれないなと思うんですけれども、えー、ぜひ知っておいてもらいたい、えー、そんな風に思って今回の動画を用意しました、えー、必ずやろう日本最高朝階豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定を全てに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます